山田茂げは日本の審査翼活動家。組織名は木本。川老京木本派の指導者。1968年大阪府立大手前高等学校を卒業。1969年東北大学に入学。1973年の早稲田解放闘争より東京で活動。1999年5月。 狭間派こと現代社派から追われる形で木本派を結成。直後の6月に現代社派により襲撃される。これにより、山田は瀕死の重傷を負い、一命こそ取り留めたものの、単独での歩行に支障を来すほどの好遺症を負った。また、この事件がきっかけとなって木本派と現代社派との抗争が勃発する。2013年11月28日、偽名で、 ホテルに宿泊したとして、部下の女性と共に逮捕された。2021年5月17日、大阪市西成区で、俺らは暴力的に何でもやってきた人間なんだよ。人殺しもやってきたんだ。この辺をうろうろしていたら、許さんぞと日雇い労働者の雇用問題などに取り組む団体の関係者を脅迫したとして逮捕された。5月27日、 大阪地方検察庁は山田を起訴猶予処分とした。AB 河老協反主流派最高幹部ら、逮捕以降を有名で、宿泊容疑、拠点捜索、警視庁公安部、時事通信、リンク切れ河老協反主流派最高幹部を逮捕、活動方針めぐり脅迫容疑大阪府警、時事通信、過激派最高幹部を、起訴猶予大阪地検、時事通信者、 https://www.jiji.com コロンススララッッシシュュスラッシュ sp スラッシュアーティクル ?k 2 2イコール2畳210億5270万1114 g コール総区2021年5月30日閲覧ありがとうございます